ようこそカラスの力へようこそ。今日はザザン、海外から荷物が届いたので、あ、こっち見せたらあかんとこ海外から荷物が届いたので開けてみたいと思います。なんでしょうか。ザザン、中身これです。はい、で、これが何か言いますと、よこしょ、 GoPro 9でございます。はい、まあご存知の方はご存知やと思うんですけども、カメラですね、リキの動画撮る用の、小型のカメラになってます。はい、ものはこんな感じです。本体ですね、で、電源入れるとこんな感じになってます。で、カメラは外側だけなんですけど、よいしょ、あかんかん、ほっほっほ、よいしょ、こんな感じで、自撮りができるというか、内側カメラじゃないんですけど外側なんですけど、外側にモニターがついてるんで、切り替えなしで内側も撮れちゃういうことで、すごい iPhone に比べたら便利なんじゃないかなと思います。ビザン、撮れてるんだよ、アタックしないで。で、こっち回ってもこういう感じでモニターがあるんで、それ見ながら撮れますということですね。ビザン、撮れてるんだよ、アタックしないで。で、こっち回ってもこういう感じでモニターがあるんで、それ見ながら撮れますということですね。はい、で、あと、まあ基本的に手ぶれがほぼほぼないと思うんで、外でお出かけした時の歩いてる時の揺れ揺れ感が多分ほぼなくなるんじゃないかなと思います。はい、で、あと、まあ基本的に手ぶれがほぼほぼないと思うんで、外でお出かけした時の歩いてる時の揺れ揺れ感が多分ほぼなくなるんじゃないかなと思います。はい、中間時なんです。あと、タイマーで録画を開始して録画を終わらせるっていうようなこともできるみたいなんで、敵さんの早朝の姿とかを別に起き出さなくても撮れるみたいなことができたりとかもあるみたいなんで、まあ、撮影の幅はちょっと広がるんじゃないかなと思ってます。なり、というわけで今日は、このカメラ GoPro 9の紹介でした。次から撮影をしていきたいと思います。お外ではいいんじゃないかなと、まあ、中でも固定とかがいろんなところにできるみたいなんで、ちょっと使いながらまたないい動画撮れたらと思います。というわけで今日はこの辺にしたいと思います。力が悪すぎるな、お前そんな悪いの、びっくりしてやろ、ビビってやろ、ビビった人。よし、というわけで今日は終わりにしたいと思います。リキさん、またお外行こうな、行かへん、じゃあリキさんはお留守番してください、お留守番してください。いや、なんでそのことすんねん、まあ、よし、はい、よしよししてあげる、よしよししてあげるよ、ちゅう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 、えらいよ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 、わかった、やばいやつあげる、めっちゃ開けるから勘弁してください。いいやろ、うん、バイバイ持ってや、はい、これ食べたらバイバイって言って食べる、言わんやろ、どうせ食べるだけ食べって言わへんやろ、
お前はそんなやつやな。はい、じゃあカメラに向かってバイバイ。何やバイバイ言うんじゃん。はい、せーの、バイバイ。せーの、言えよ。というわけで、今日はこの辺で。リキさん、バイバイ。